どうも皆さんこんにちは、ボクシングです。今回はですね、フォートナイトにいくら課金してるのかすごいね、気になったので検証していこうかなと思います。私は2017年から、フォートナイトしてるんですけども、当時はね、北米版ドルとかで、PSN カードを購入して、補っていたんですけども、まあその日本語版になってからクレジットカードが使えるようになって、ちょっと課金額が相当いってるんじゃないかなと思ってて、なので今回ちょっとスキンの数と値段をかけて、計算していくら課金してるのか検証していきたいと思います。それではいくぜ。はい、それではですね、やってまいりました。今回計算するのはスキン、そして、クワ、そして、グライダーということで、値段表示しておきます。緑色のスキン800円、青1200円、紫1500円、レジェンド黄色色のやつが2000円。そして、クワとグライダーは一緒の値段なんですけども、緑が500円、青が800円、紫が1200円ずつですね。そんな感じですね。で、レジェンドがないみたいな感じなんで、今回はエモートとペイントは計算しないで、スキンとクワとグライダー、これを計算していきます。そして、無料で配布されるスキンもカウントして、計算したいなと思います。はい。まずですね、下から行きましょう。青色じゃない、緑色のスキン。1、2、3、4、待てよ、これは横8つですね。1、2、3、8つの5ということで29かな。緑のスキンが29、続きまして青色のスキンが4の1、2、3、4、8の4、32、32、36、37かな。はい。ちょっと間違ってたらごめんなさいね。はい。そして紫。紫が1、これ7。待てよ。1、2、3、4、5、6、7、8、9。9! マジで？え、こんなにあんの？このスキン。9の4の4の1、2、3、4、5、6、7、8、9。4の7余りだな。4の7余り。83。おい！紫83やて！やば！めちゃくちゃあるな。なんでそんな持ってんの？そして、レジェンドが1、2、3、4。4ですね。4×8、2、4、6。6の、4。で、10ですね。42ですね。はい。これだけ、まずは、計算していこうかなと思います。最初は、緑スキンが 29×800、23,200 円。はい。23,200 円。そして青、37個。37×1200 は、44,400 円。44,400 円。高っ！で、紫がちょっとやばい。83個あったって。まあこれは無料でもらったとか、シーズンパスとかでもらえるやつも入ってると思うんですけども、これを一応課金した体にして、計算します。124,500円だって。マジかよ。そして、レジェンド。レジェンドが42。これも意外にあった。84,000円。で、これを全部、スキンだけで合わせると、なんと。さあ、出ました。スキンの課金額。276,100円。27万。やばいね、これ。まあ、多少は多分シーズンパスとかシーズン系のスキンが多少あると思うんで、まあ20万ぐらいは払ってるってことかな。そして、クワ。緑が、6の8の14ですね。そして、カマ緑が14。青が1、2、3、4。4の14の8の32、35。で、紫が1、2、3。1、2、16、23、26、28、28、28と。で、グライダーが結構あるんだよな。緑が、8の16、18。青が16の18。で、そして紫が18。うん。で、レジェンドもあったね。レジェンドは、これいくらなんだろう。1500円かな？ 1500 円でいっか。が3つ。じゃあこれをまず計算していきたいと思います。最初に緑のカマとグライダー合計で、32。
500×32 は1万6000円、うん、マジ緑でこれか。で青の鎌とグライダー合計で53個、なので 800×53 は42,400円。42,400円、はい。そして、紫の鎌そしてグライダーが46個、 46×1,200円、55,200円。そしてよくわかんないゴールドのグライダーが1個1500円と計算して4500円ということで、全部足していきましょう。16000、16000円足す42,400円足す55,200円足す4500円は118,100円だって。従いましてですね、スキンの276,100円を足させていただきます。はい、出ました、394,200円ですね。で、あくまでもこれは、じゃ今回もういっちゃうか、全部これ、エモートを全部調べる。紫が800円、青が500円、緑が200円ということで、エモートを早速数えていこうかなと思います。何これ、めっちゃかっけえなこれ。で、もちろんさっきも言いましたが、無課金でもらえるやつも入れます。はい、うわ、1,2,10,50,54、青が54個、紫と青だけでいいや。8,11,16,23かな。緑は入れません。200円のやつは入れません。あんまり買ったことないから。で、今回の、妹のね、お金が出ました。800円の紫のスキンが23個ありましたので、23個かけさせていただきます。そして 18,400円。はい。青い妹ダンスが54なので、54やって227,000円。足して18400足す、27000は、45,400円。エモートだけだったらそんなに高くないね。で、全部足させていただきますと、394200は、はい、439,600円ですね。はい、下げてんだろおい、ボクシングチャンネルそんな課金してんので。ちなみに僕はあのサブアカの時に買ってたエモートが少しありますので、まあ多分差し引いてこれぐらいの値段は課金してるのかなと思います。はい、439,600円課金してます。あー、もったいねー、43万やって。まあ僕がね、何年、2年はやってないか、1年半近くやってるんですけども、だいたいこんな感じになりますね。スキンね、レアなスキンはないんだよな、もう再販。まあこういうマシュメロとかさ、まあ本当に持ってる人少ない、ブラックナイトとかはあんまりね、使う人はいないのかなって、使ってくる人はいないのかなって。たまにね、やっぱ最近になってくるとね、シーズン2とかのなんかスキンとか見ますけどね。うわー、懐かしいな、これずっと使ってたんだよね、昔僕これずっと使ってたの、これタワーリーコン、一世風靡したタワーリーコン。いやー、タワーリーコンはたくさん元取れましたからね。はい。なんかスキンたち見るとなんか涙出てくるわ。なんか昔すぎてさ、いやー懐かしいなーっていうね、感じもしますよね。思い出がでもね、このハゲトレやないかいっていうこのスキンとかもね、いろいろ思い出があってね、いやー懐かしいなー。なんかね、もうね、439,600円っていう数字を見てね、ちょっと泣きそうなんですけどもね、あの昔の記憶まで蘇って泣きそうなんでね、まあこの辺にしたいと思います。まあ結果ですね、私の課金額439,600円ということでね、そうですね、もう本当に、トリビエ本当お金貸してって感じで、今回は終わりたいと思います。もう本当に、もうトリビエさんお金ちょうだいってことで、はい、ありがとうございました。それとですね、次、シーズンがですね、そろそろ変わってくるかなと思うんですね。あと2週間ちょっとぐらいで変わってくるんですけど、シーズン10では、僕のボクシング GG クリエイターサポートして、バトルパスを、シーズンパスを買っていただけるとありがたいです。はい、よろしくお願いいたします。ということで皆さん、ご視聴ありがとうございました。また、次の
動画でお会いしましょう。それでは皆さん、さようなら、バイバイ。オンマイグッネス、はい、じゃあ今。